31歳会社員オーナーです、えー。ひろゆきさんは純粋に貧乏子だくさんどう思いますか別にいいんじゃないですかえっと、私は最悪なことだと思います。私は貧乏子だくさん5人兄弟、長女の生まれです。親は大学になっていくなという考えでした。夜にキャバクラでバイトをしてきました。下の兄弟は全員中卒です。あと、石田さんちは育成成功ですね。やっぱ当時お父さんがたくさん稼いでいらっしゃること明記あるんですよね。ただ意見期待です。えっと、貧乏子だくさんと親がバカは別なんですよ。 親がまともで貧乏子だくさんは全然問題ないです。なので、問題は親がバカだったなんですよ。なので、それは貧乏であるとか子だくさんであるとかでの問題ではなく、親がバカだったが問題なんですよ。仮に子供一人だったとしても、あの子供大学に行く必要ないよっていう頭の悪い親っていうのはいるんですよ。 で、そういうとこに行くと、あの、大学に行けないので、子供大変だよねってなります。なので、子供たくさんとか、貧乏とかじゃないんですよ。問題は、親がバカなんですよ。 なので別にあの、親がちゃんと賢ければ、じゃあちゃんと勉強させて、別に国公立に行かせるとか、じゃあその、あの、奨学金を取れるぐらい賢くして、大学の学費を払わなくていいような大学に行かせるとか、いろんなやりようあるんですよ。で別に貧乏子たくさんでも、じゃあもう生活保護にしましょうって言えば、別に働かなくても生活には困るレベルにはならないんですよ。なので、親がまともであれば、全然貧乏とか子たくさんは大丈夫ですと。なので問題は親がバカっていう部分です。 なので、子だくさんであることとか貧乏であることっていうのは問題っていうのはちょっと違う。